こんにちは。ということで本日はゲストに来ていただいております、鬼越トマホークです。じゃあ鬼越のチャンネルにも出させてもらったし、はいはい、それのまあ後編というか、うん、続きで、はい、なんか鬼越がやっぱり俺もあんまり劇場行かへんから、ね、いろいろ楽屋ニュース持ってんねやろ。ああ、まあ結構そういうの好きですね、ゴシップとか、はい、それを今日は聞かせてくれるっていうんで、めちゃくちゃ楽しみにしてんの。ちょっとその楽屋ニュースレベルじゃないというか、ああいいよ、その P を入れないとダメなレベルの、しかも俺言ったんですよ、作家さんにも、いや正直喋るゴシップ、あのリアルに流せないですよと、ね、もう結構まずいやつばっかなんで、うん、それでもいいっていうふうになったんで、それでもそういうのでも大丈夫ですか。ゴシップ楽屋ニュース担当は金ちゃんなんですよ。はい、で酒井は僕は賑やかしたい、はい、頑張る。でもさ、はい、なんか使えるやつもまぶしていってよ、うん、ああ使えるやつ全部フルのやつばっかりでやると、こっちも、はい、な、今の若手事情とか楽屋事情ってあんまですよ。もう TV タレントですよ。いやそんなことないんだけど、はい、もう初耳学しか見ませんもんそんなことよ。初耳学か初耳学みたいな番組ですよ、はい、うるさいよで、だからいろいろあるやろ、分かってて、はい、こういう、なんかちょっと変わったやついますよとか、はいはいはい、こいつとこいつが今とか、どこで止まってますか、ジュニアさん。鉄道さんですか、やっぱ鉄道さん以降ってお付き合いある方いるんですか、劇場。あ、うん、いるな。誰ですか。伊藤トラボルだ。いや知らないな。ジュニアさんだから僕らも知らないような後輩顔になってる。そう、はい、そう。それはあれですか、後輩じゃなくて雑用として顔になってる。違う。違いますか。伊藤トラボルタ。そう。何年目ぐらいですか。それがあの空気階段。お、オズワルドと同期。あ、じゃあ17期。うん。17期って僕ら2年後輩なんですけど。うん、で、僕らが名前知らないってことは相当才能ないっすよ。つくねってやってんで。あ、つくねは知ってます。つくねは、つくねの伊藤。あ、つくねは知ってます。あ、じゃあ結構面白いかもね。つくねは結構、ちょっと、はい、すいません。あ、ほんとにさっきの撤回させてください。俺知らない。知らない。つくねはちょっと面白かったです。あ、その片割れの伊藤トラバルタ。伊藤トラバルタぐらいですよね。ぐらいやな。はい。そっか、じゃあまあ、若手のゴシップついたらあれだけどな、ね、うん、俺らのチャンネルでも好き勝手言わせてもらったじゃない。いやー、確かに。もっと聞きたい、もっと俺もっと話したかった。俺も、あ、いいよ、話したいことある。あ、それでもいいよ、話したかった。まあ、俺になんか聞きたい。じゃあ、君は楽屋ニュースとゴシップね、あの、俺はボクシングの話をしないで。めちゃくちゃ悪い月になりますね、12月は。いいよ、ボクシングの話を。誰が聞いてんだ、ボクシングの話。いや、本人、ボクシングの話が。いやほぼ香川照之だと思え。よくねえ例えなんだそれな。よくねえ例えなんだよお前。あれめっちゃからボクシング好きじゃない人からしたらすごい冷めてるからそんな話で、あの感じ。香川さんがボクシング中継の時うるさすぎて、うん、しれっとジュニアさんになってったから改善席座るの。改善今だね。そう、うん、で香川さんはあの虫の仕事の方が行くボクシングになるし、こっちはね、あの熱ければ熱いほど盛り上がる。虫の方でね。虫の方。いや、だから僕知らない。例えばなんか結構人気芸人って男の人気芸人ですけど、まあもちろんその、まあ、女も好きなんですけど、すごく男も好きだ。普通になんか後輩芸人と飲みに行って、でそしたらちょっとあの急に酔っ払ったりこうチンチン触らせてくれるって言って、後輩芸人に「いや無理です」って言って、ちょっと今少し触らせてくれよっつって、で「いやいいだろ」って、ちょっとおじい立っちゃったらしいんですよ、触って、でちょっとこの後どうって誘われて、で、フォア芸人はもうめちゃくちゃもう、うわもうやめてくださいっつって、うん、もう走って逃げて帰ったっていうんですけど、その誘ったその芸人っていうのが、うん、なんですけど、うわそっちもいけるっていう、はい、ああそうなん、それに関して見解ってどうですか。めちゃくちゃ羨ましいというか、すげえクリエイティブだよ。いや、すごいと聞いた後も、あの彼の対するクリエイティブさが、はい、もうぐんと上がる。確かに。あの芸名もちょっとかっこよく見えるっていうか。確かに、その二人で両党って言ったらあれですけど、そういう人って感性豊かですよね。そう、うん、そのファッションの方とかに多いですよね。そういう見解もすごい。すごいね。すごいよ。いやいやいや、ほんまそうね。でも、はい、こっちはヘビーゴシップなんですけど、はいはいはい、こっちは若手 の等身大の悩みのすごいソフトな、あの今の劇場の状況というか、
ネルソンズってトリオをご存知ですか？ネルソンズ、うん、でネルソンズと言ったら一人挙げるとしたらどなたですかね、ジュニアさん。ネルソンズの顔ってやっぱりまんじゅうじゃないですか。まんじゅうじゃないですか。でも今、うん、若手の間で問題になってるのは、うん、そのまんじゅうという、うん、その大エースじゃないですか、うん、お笑いの、うん、その陰に隠れてる超脳筋野郎、うん、青山フォール勝ちっていうのがいるんですけど、うんうん、青山さんはレスリングで、うん、あのアジア大会したら、まあそうだね、まあ、日本3位とかじゃない、日本3位で日本代表だったんですよ、うんうん、それでもうオリンピック一歩手前まで行って、うんうん、でも勝てない相手がいて、うん、でダメでお笑い入ってきたんですけど、うん、だからお笑い芸人っていうよりも、うん、アスリートを挫折してお笑い始めたんで、ちょっと他の芸人とは感覚が違う。はい。で、その青山さんがやっぱちょっと天然なんですけど、やっぱちょっとその天然をいじらせないんですよ一切。あ、そうなの。はい。それいじれば面白いのに、なんかちょっと俺強いからあんまいじるなよって感じの。でもそれが芸人にとって一番良くないじゃないですか。おうおうおう。で僕らはもうようやく最近いじってるんですけど、なんかもう青梅さんのまあ痛い話で言うと、若手芸人で大縄跳びやるコーナーがあったんですよ、はいはいはい、で芸人が大縄跳びやる、おうおう、で普通に失敗して大笑い、それでコーナー で大盛り上がりじゃないですか。おうおう。普通みんなその脳で行くんですけど、はい、そのコーナー始まる前のもうお客さんに見えてない部分ですよ袖で青山さんがみんなに耳元で20回は飛ぼうと先輩とかにも20回は飛びましょう、20回は飛びましょうって、みんな、お笑いとはね、これどういう、これお客さんにもこれ見えてないし、で僕はちょっと青山さんどういうことですかって言ったら、20回は飛ばないと芸人がなんか動けないやつだと思われるから、20回飛んでから満を持してボケようなって、でそれをアルスがボケで言ってるんですよねって言ったら、そのガチの目でボケになってて、でそれでもうさすがにあいつヤバいなって、もう脳筋が過ぎるなみたいな、それをみんないじっちゃいけないこの憤りの中過ごしてるのが今の吉本無限大ホールだ。あ、そうだ、はい、それに関してちょっと見解聞いてほしい。いやでもそれも、うん、いきなり引っかかって、うん、そんな笑いになるか、フリとして引っ張るとき引っ張っといた方がという20回じゃないの。あー、そう全然違う。いや、何次元でマジで見解が違う。なんだそのパターン、おい普通にその青山さんが20回飛ぼうなんて言ったんですけど、結局20回みんな飛べずに、まあ笑いにはなったんですけど、そのコーナー終わったんですよ。で健全じゃないですか、うん、笑いになった、笑いになった、めちゃくちゃ楽屋で不機嫌。いや、お前不機嫌は俺のジャッジや。いやいや、もうなんで20回飛ばないんだよみたいな。そう分かってねえよって、お笑い分かってねえよ。お前か。いやいや、本当に青山さんだけ、そう一緒なの、ね、うろうろしてて、でそんな脳内アスリート でレスリングもずっと、もうね、日本トップレベルでやった、で真面目にね、スポーツをより広めたいとかもそういうことも言ってるんですけど、東京オリンピックなのに一本も仕事来なかったんですいいやろよ。いいやろ。全部アマレス兄弟に持ってかれて、そうか、一本も来なかった。それもいじれないんですよ、僕らいじっちゃダメだっていう。まあまあまあ、分かんの。はい。それで、でもそこをいじって青山が、はい、おいみたいなことになったら、そのまんじゅうが入ってくるやろ。まんじゅうさんもいじれないです。まんじゅうさんもそんなにいじれてないです、ね、はい、怖いんで、岸さんも。あ、そう、はい、で、なんで青山さんが怖がっちゃってるかって、やっぱ日本3位とかアジア3位でちょっとでも格闘技かじってる人でもちょっとレベルが違いすぎる、うん、でこれは芸人レベルの喧嘩自慢が勝てるレベルじゃないと。だから楽屋で争いになった場合、まあもう圧倒的に負けると、投げられまくったり、それでみんな恐れてるわけですよ、青山さん。でも最近和田さんに行って青山さんのレスリング時代の試合動画見せてもらったんですよ。散々無限大で俺が一番強いと威張ってる人のレスリング時代の試合見たら、まさかの
守りのレスラーだって。いいだろ、いいよ、あこんだけ俺強いっつってもう、いや、あの本人は言うてないやろ、お前らが勝ってるぞーって言ってだけやろ、20回なんとかなかったんだよってやってる、うろうろしてるやつやってるやつが普通にあのレスリングの試合でこう相手が攻めんのずっと待ってこうガブって裏回ってポイント取るっていうだけの一番つまんない。いいやん、それがつまんないことわかんない俺は。でもそれで謎解けたんだよな、俺らの喧嘩の時になあとあったんですよ、僕らの喧嘩あの本社になっちゃったんですよ。で、あのその時ネルソンズさんもいたんですよ。僕らが喧嘩して全芸人が止めに来る中、インポッシブルの先頭にいろんな芸人が食べに来た、2007年も来た、はい、いろいろ来た、そんな中吉本で一番強いっていうのが青山さんだけ来なかったんですよ、うん、多分あの人ビビリです。違うわ、うなんだそのお茶は。多分ビビリじゃねえんだよ。はい、ニコニコ笑ってるけど、ジュニアさんに本当いじってええやんけ。ジュニアさんにね、青山さんをどうにかいじってほしいんですけど、これも青山さんの話も吉本前で噂になってるわけじゃなくて、幕張の劇場の1個のライブだけでしか話題になってないやつ。これ自体がこんなに、ただこのジュニアさんとかいじるの上手い人がいじったら、その吉本にいない存在っていうのは狩野英孝じゃないですか。はいはいはい、なるほどね。で、狩野英孝、マッチョ狩野英孝が生まれる可能性があるんですよ。なるほど、ね、でこれが僕はちょっと今拙ない感じで、そうだけど、はい、でもまああのいじりにくい人をいじるからめちゃくちゃ面白いわけ で、ね、誰からでも来てっていう人いじったってさ、はい、だからちょうどいいとこじゃん。ちょうどいいんですよ。でこれを先輩芸人に僕は広めていきたいんですけど、なるほど、で話術がまだ足りない。あの相馬さんで散々僕がいじってたら、もういいよ酒井、そんなバカにするんだったら俺あのでエピソードトークとかもつまんないんで、そこいじんそれは違う、今の悪口よ、それは違うし、それは違う、それは違う、それは別に芸人がジャッジすることではない、はい、あのそこら辺の格闘家より面白くないですよ、エピソードトーク。そんなはないでしょ。それをいじったんです楽屋で。そしたらその腹立って相馬さんが、体力だけはあるんで、あもういいよ俺、じゃあ次の週末あの休みの芸人休みの時に、あの東京からあの実家の島根まで、うん、あのヒッチハイクで帰ってやるわ、うん、それでどういうかエピソード作ってきてやるわ、うん、ってでヒッチハイクしたんですよ東京から、うん、そしたら1台目であの島根行くトラック見つかって、めちゃめちゃ重い、めちゃめちゃ重い、それで何にも聞いずに帰ったんですよ、うん、でそれを聞いたんですよ、その話を、うんうん、でもあのそれめちゃくちゃ面白いじゃないですかって言ったのに、本人はいや何もエピソードできなかったわーって、ずっと内緒にしてるんですよ、それずっと内緒にして言った方がいいですよっつってめちゃくちゃ面白いから、それを面白いことが起きたって気づいてないところが面白いわけ。そうです、そうなんです、俺らが言って、はい、面白い面白いなっていう、はいはい、それを全くあの美味しいと思ってない、それをテクニカルに、ほんなら1代目で島根行くのも見つかってもうて、エピソード全く生まれんかったわーって面白いエピソードとして喋られたら、はい、ちょっと違うやん、ちょっと違う、うん、そうなんだ、それを隠してるところが多いですね。一個報告いいですか、うん、なんか青山さんの話じゃなくて、和田さん、和田まんじゅう多分和田さんが多分2ケツで話したと思うんですけど、ノンスタイル井上さんの話してましたね。あの挨拶しても返してくれなくて、みんなが見てるとこしたら手振ってくれたみたいな。でその後なんか楽屋に挨拶しに行ったらしいんですよ、和田さんが。で、すいませんちょっと2月の方で喋らせていただきましたみたいな、もう全然ええでみたいな、気にせんでって言われたらしいんですけど、あ、なんかでちょっと和田さんの調子乗って、なんかあ、ほなのちょっとぜひ見てくださいって言ったら、もうノンスタイル井上さんが、いや絶対見えへんで、あ、なんでって話、空気になったらしいんですけど、これに関して見解は、これに関して見解ってどうですかね。それで、和田まんじゅうに、オンエアの後に、どうやったって言ったら、井上さんとか謝りに行ったんです。はい、で、オンエア見てもたら、そんなおかしなことになってないと思うんで、ぜひ見てくださいって言ったら、はい、井上さんが、あ、手だみよって言われたんです。はい、もうめちゃめちゃ怖いです。え、マジかそれっつって、はい、そんなもん先輩やったら、おい、勘弁してくれよ、お前の、絶対見るわ、お前、よそで俺のこと褒めとけよ、みたいなことになるのが、本来ちゃうの、マジで。だって、で今週、先週の土曜日のゲストがノンスタイル、
あーあ、二ケツ、二ケツの、あーそれで来て、はい、ほんで井上に、いや、和田まんじゅう、あの、謝りに来てくれて、あの、オンエア見てください、言われて、見る見るって返したんですよって、おいおい、俺が聞いてんのに、ね、確かに、ほんで、俺は、いや、絶対見ねえよって言うか、そんなこと言うわけないじゃないですか、はい、っていうのが、ルミネの楽屋で、石田も隣におったり、うん、石田は全貌を知ってるわけ、はいはい、石田、どうやってって言ったら、井上、なんて言うてって言ったら、うん、絶対見ねえよって言ったっていう話でまた盛り上がるやん、うん、だから井上っておもろいなってすごいねすごいねこれすごいわこれすごい結局じゃあいやジュニアだなっつってジュニアだこれを、ね、青山さんとやりたかったんですよありましたよジュニアさんねえすごいわこれ一本でやってきたから自信がわけだけでねわけだけで人のエピソードだけでここまで自分のエピソードやさないんだから確かに確かに兄貴をいろんなとこ泳がして兄貴を見つけて兄貴を見つけて向かいの運動してあっち来たら最終的に兄貴切って兄貴だな兄貴は自分のエピソード兄貴はほぼ青山さんと一緒ですよ確かにね。そんな青山さんがおるから。そうですね。はい、確かにね。兄貴はだってあれ浮気するために無理やり沼津の劇場でライブ打ったと思うんですよ。ごまかすために。誰も求めてないし、ま、何の自慢もない沼津で。前の日ラジオやって。おかしいでしょ。沼津市民もじゃあティアラジュニアトークライブ行ってみよう。ティアラ政治トークライブみたいな。どういうこと？みたいな。おかしいそれお金も全部浮気のため全部浮気のため浮気のためちょっといい僕もジュニアさんと会う機会もそこまでないから、はい、そのやっぱボクシングとしていい何個でいやマジで興味ないって俺言うからねすぐあこれもう無理だと言うから、ね、興味を持たない方がおかしいんですよ12月これはあのもしデリケートだったらカットとかしてくださいこれてめえカットするボクシングの話って何なんだよそれはどうせろよお前なゴシップでも何でもないんだからお前答えづらかったらノーコメントで、ね、村田亮太 VS ゴロフキン、はい、これもう日本ボクシング史上最大のビッグマッチかもしれないですすごいですそれはやっぱり日本人としては絶対に、はいねはい、っていうか、はい、普通に、はい、ボクシングファンとしてそうゴロフキン、はいね、もう本当に今地球上一番強いんじゃないかって言われてるぐらいの、はいねはい、このゴロフキンが倒れるところみたいやん確かにそれが日本、はいはいはいね、最初のスーパーアリーナで、うん、タイソンがゴロフキン倒れたように、はい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 ゴロフキンが倒れるところ埼玉スーパーアリーナでその倒したのが日本人金メダリストこれはすごいよなこれは伝説ですどっちが勝つかっていうのはどうなんですかいやその予想はもう全く分かりませんでもそれはやっぱりどうしても勝ってほしいですよね、うん、アマゾンですから今回、まあ、でももう格闘技見るには地上波じゃないんですね今ってそういうことなんだけどだって井上くんもないやだからそうですねアベマとかですね、はい、実際純平さんはあの村田亮太ゴロフキンとかなんか行かれるんですか俺は一応行かしてもらいたいなと思ってるけど解説とかはいやそういうのは出ないあこれはもう視聴者の方ももう日本人だったらぜひ見てほしいですよまあまあ村田亮太でゴロフキン相当すごいでしょいやいやそれは大谷翔平俺僕野球興味ないんですけど大谷翔平の凄さ分かるんですよ、うんうん、そのレベルですよじゃあこれ誰も芸人って言うと誰と誰が戦ってるって感じなのまあたけしさんねゴロフキンはああそんなすごいですかゴロフキンそのたけしさん対松本さんって言いたいんだけど松本さん的なボクサーもいるわけよ世界的に多分そのそうカジノとかいろいろねその村松本さんじゃないなそうですよね村田亮太の世界的な評価はまだそのじゃあたけしさん対松本さんとかがゴロフキン対カネロとかだとしたら、うん、またちょっと分かってというか世界的にはこっちは日本人やからやばしねすいません、うん、君めちゃくちゃ難しいこと言ってるよ分かんないゴロフキンがゴロフキンと村田龍がどれぐらいすごいのかと分かんないからでもまあそのこうちょっととんでもないボクシングの話しなくてよかったんじゃないそんな
で俺はこの話は絶対にしたかった、見解というか、やっぱでもでもやっぱそのジュニアさんも技術的なことじゃなくて、もう村田亮太KO で勝つってほしいと、それはもちろんそうじゃない、そういうことですよね、もちろんゴロフキンの強さは分かってるし、倒れるところを見てみたい、ね、はい、見てみたいっていう、とんでもないこと、倒れたらまず判定とかギリギリで勝ったとしてもものすごいことなんだけど、うん、倒れて負けてないですよね、一回もダウンしてないんだろ、もうだって武さんとでしょ、ゴロフキンなんやねん想定と違いました、もっとボクシングの話というか、うん、大晦日でもし実現したらとしたらはどうしますか、天心とタケルとかは。ああ、もうジュニアさんといったら僕は格闘技なんですよ、ボクシング総合とかも見るんですか、見ますね、まあ、はい、で12月ってやっぱもう暑いじゃないですか、はい、堀口教授の挑戦、うん、で全部今チェックしてるんですか、うん、あ、俺、はい、ああ、いや、全部じゃないで。雷神とかもまあ。まあまあ、ね、まあ、でも、まあ、ボクシングだな。ボクシング。ボクシングだ、うん。そう。俺はこのイメージだろ、ジュニアさんは。いや、もう。人のエピソードと格闘技で成り上がるんだろ。人のエピソードはいいけど、格闘技も。まあ、確かにな、ジュニアさん。だ鉄道さんとかも要はあれエピソードを作るためにただ雇ってる子がいる。で、子がいる船、船を払ってるんですよ。違うわ。いろんなところでちょっと小魚捕まえてだけエピソード持ってきてくれるみたいな。新しい魚を見つけるためにだからチャンス大城さんを吉本に戻したのも魚を持ってきてたの。いろんなところに一応入ってるから。私あれまでジュニアさんの手柄みたいな。そう、ジュニアさんのチャンス大城。俺らもそうかもしれないよ。確かに俺らも確かに。だからもう完全に自分の手を予防させる人殺せる人だから、本当にあの、で、俺らが滑ったりした時助けてくれないから、だからウの紐の全員にフリーの取り出すみたいな感じするから、そうだ、見たの俺が崖でボクシングの話したらもっと盛り上がるみたいな、今全然、ね、あの空気刺して全然しゃべんなかったのが途中から今ジュニアさん、おい、ええやろみたいな、こっちの選手にしたからな、ボクシングええやろっつって、じゃあ全員もう俺らかわれてるってことだな。でも一時期トライしてる時期はあった、ボクシングの例えでそれ誰が知ってるんですかみたいな、俺見たことあるよ、向かって言ってて、みんな伝わってなかったよ、みんな伝わっていて、ハッとしたくないから確かに、やめたんでありましたね。それあれだ、東洋大学ジャンプなんとかなんとかなんとかってことやろなって、それ後藤さんが、誰がわかるんですかで、スタッフさんも。全然受けへんやろ。やめたんすよ。確かにね。でもまあ、本当に視聴者さんにも、ジュニアさんのチャンネル見てる人にも、うん、ジュニアさんが多分このチャンネルであんま格闘技は語ってないと思うんですけど、うん、相当好き、めちゃくちゃ好きよ、だから、うん、はい、だから一回それに特化したのでやるわ、はい、だからそれ来てよ、あ、お願いします、そのボクシングの枠組み、ガチで枠組みとボクシングを語りつつ、そう、はい、語り明かそう、はい、っていう、確かに青山さんも呼んでいいですか、はい、青山さんもいいです、青山さんをプレゼンしたい、あの、言えばもう言えない、言えない、本当、青山さんのレスリングはメイウェザーよりつまらないです、俺びっくりした、あんだけ楽屋で俺日本さんって、今度さ青山さん読んで青山さんにその聞こうや、あ、いろいろと競技のこと、競技のこと、レスリングとか、レスリングとはどういうこと、はい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 、ルール俺ルールとかもうよく分かってない、はい、はい、でも一言言っておきたいのが、青山さんいないところではめちゃくちゃ盛り上がるんですけど、いると全然盛り上がらないです。どんどん青山さんに教えを請うわけだ。あ、そうですね。レスリングのこと知りたいよ。はい、まあ、確かにそしたら青山さん、レスリングのことあんまりみんな、はいはい。で、ちょっと今、もうジュニアさん、ようやく青山さんに興味を得てるんですよ。で、実際青山さん来たら、あんま盛り上がらないって現象が、ま、ちゃんと説明すると、やっぱ、あのジモンと一緒です。ジモンの話めっちゃ盛り上がるけど。ジモンがいないと。いても盛り上がる。いやいや、あれはほんまにだって今だ東野さんがジモンがいたらめちゃめちゃ盛り上がるんだよ。盛り上がりますけど。でも楽屋で若手がジモンの話して、絡みづらいだなとか言って、なんかで上の先輩も入ってきて、まあ、昔のエピソードとか話してくれてさ。で、いざジモンっておもろいっすねっつって、で、ジモン来たらみんなこうだジモンさんがいると盛り上がらない、はい、いるとこういないときは、はい、多分竜兵さんと肥後さんがそうじゃないですか、そう
いるとき全然盛り上がってないじゃないですか、取るときいないときも結構勢いよくしゃべる。それだけは知ってるってことです。吉本にそのやっぱ狩野英孝風ジモンがいるついに生まれたんですよ、ザ・吉本の形。俺青山さん来てもって、ちょっとレスリングの話聞くわ、そのとき来てよ。え、あの最初30分差しでお願いします。青山君も面白いやろ、それはそれで。いやでも青山さんが面白いってなったら本当にもうジュニアさん実力だと思うんで。マジで本当に、そしたら多分本当にジュニアさんまた顔上がりますよ。あの、ジュニアさんと青山さん2人でめっちゃおもろいってなったら、とんでもないですから。ジュニアさん多分仕事増えると思います。またもう一個でも意外と萎縮するもんな、まあね、ジュニアさんと仕事づらくなった時にちょうど痛いのを出して、そうちょうど面白くない、ちょうど面白くないわけですね、出ちゃう可能性があります。あ、そう、はい、そうだよ。まあ、また今度青山さん呼んであげてください。今日は、はい、これはそうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あの、オリゴイの方のチャンネルでも喋ってますんで、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。ありがとうございます。もっと喋りたかったです。ボクシングでしょ。いや、格闘技とね、あと、あともっと、もっと、あの、これだけ流してください。これ、あの、宮迫さんと加藤浩二が川で溺れてたら、どっち先に助けます？二人とも嫌いだと思うんですよ。俺、嫌いだよ、はい、マジで、はい、あ、でも、一応、どっち先に助けますか？二人とももう、あの、助けなきゃ死にます。助けなきゃ死ぬ、はい、でも、どっちかやったら、はい、宮迫さんだ。あ、そうなんですか。加藤さんは、なんかこう、自力でなんとかなりつけど、宮迫さん、誰が助けたら。あ、なるほど。みたいな感じと、はい、あ、でも付き合いの長さというか、大阪からずっと知ってるから、加藤さんは俺東京出てきてからやし、はい、でほんまに仕事も2、3回ぐらいしかないから。というわけで、マギアさんが一番嫌いな芸人は加藤浩次さんです。いつか、いつか対談してくださいよ。加藤さん。はい。まあ、加藤さんみたい、あと宮迫さんの時に、あの、こんな僕なんか呼ばないで、もっと闇営業に行った、あの、後輩呼んでくださいって言ってくれたのも、全吉本芸人が、ジュレさんありがとうって思ったんですよ。いや、関係ない。あの後すぐ電話行ったらしいです、宮迫さんから。あ、そうなんだ、ね、実はコラボしようって言って、それで思ってられました。コラボしようって言ったらしいけどね、もう、まあね、コラボ本当に、はい、で、あの、HG さんは断ったらしいです。いや、いいですね。これ、ええねん。これ、ええねん。あんな、あんな性格のいい SG さん。SG さんが、セイって言ったらいいですよ。